来てます。はい、そろそろ年末おせちの季節です。一度でいいからおせちを作ってみたいのですが、初心者向きのチャレンジしやすいものを教えていただけますか？ありますありますよ。了解しました。今日もあなたの料理のお悩み、ミキティママが解決しちゃいます。東北を一番幸せにしたい料理研究家のミキティママです。確かね、私が嫁に来て一番初めに作ったおせちって伊達巻きだったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、ちょうどその時アイコープっていう共同購入組合みたいなところに入ってて、でそこで石巻の高橋徳次商店さんっていうところのはんぺんが売ってたので、はんぺんで、伊達巻きを簡単に作れるっていうのは分かってたんだけど、どうせなら地元の食材を使いたいなと思って、そちらをお取り寄せしてですね、作ったのが始まりだったような気がします。でこれが他のはんぺんを使うのとちょっと別格に美味しいので、ぜひ地元の皆さんにご紹介させていただけたらなと思います。津波で大変な思いをされた高橋徳次商店さんですが、美味しい練り物を今も作り続けてらっしゃいます。それきっかけに財布いけないかなと思ってるんですけど、社長これをご覧いただいたらぜひハピメシのメンバーを呼んでいただければなと思っております。では早速作っていきましょう。材料1本分になります。卵4個、はんぺん小2枚約 100g になっております。きび砂糖大さじ2、みりん大さじ1、白だし大さじ1、牛乳大さじ1、サラダ油少々となっております。作り方です。1、フードプロセッサーで材料をすべて入れて滑らかになるまで混ぜます。2. 卵焼き器に油を少しだけ熱し、生地を入れてアルミホイルで蓋をして中火で1分、火を落として約13分ほど弱火でじっくりと蒸し焼きにします。周辺が乾いてきたら裏返しにして約5分ほど焼きます。3. おにすだれにとって巻いて、きつめに輪ゴムなどで縛って粗熱が取れるまで置いておきます。おせちを詰める際、前日までに作って冷蔵庫に入れておけば OK。はい、できました。完成。今日のポイントおさらいします。1、フープロで滑らかになるまで混ぜる。2、大きめの卵焼き器とおにすだれがあれば本格的。通常のすまきでも作れますが、おにすだれという伊達巻き専用の器具があれば本格的な伊達巻きになります。こちらもアマゾンなどで売ってるので概要欄に記載しておきます。3、アルミホイルでじっくりと蒸し焼きします。以上、ミキティポイントでした。はい、皆さん今日の動画はいかがでしたでしょうか。高橋徳次商店さんのはんぺん、ぜひ使ってね、美味しい伊達巻き作ってみてください。これからも高橋徳次商店さん応援してますので、たくさん練り物使わせていただきます。では、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ、私たち。またねー。
ネル登録お願いいたします。